では個人インタビューは以上となります。白瀬さん、ありがとうございました。はい、こちらこそ楽しい時間をありがとうございました。アンティーク全員出てくるのかな。お、次はマミミの番かな。いや、次は小金、私は最後かな。個人でね、インタビューを受けてるわけね。今は暇つぶしっていうか、みんなの取材聞いてるだけ。遊びに来てるんだそうだったんだね。かわいいじゃない。それでは次の質問です。アンティーカの皆さんといえばクール系ユニットということで、それと絡めて最近感じたかっこいい話を聞かせてください。かっこいい、そうやね、そうやね。うち買い物の時は絶対荷物多くなってしまうとけど、両手塞がっとったら昨夜はいつもドアば開けてくれるばい。紳士だね、やっぱり見習いたいね。何話そうかなとか考えてんのかな。最近感じたかっこいい話を聞かせてください。あ、ゆいか。あー、昨夜ね、まあ、みんな同じこと言うね。全身黒の衣装でバッチバチに決まってて、みんなにも早く見てもらいたいなって。昨夜のファンのみんなは特に覚悟してるとかいいっていうか。で、その写真このインタビューと一緒に載るんでしたね。なるほどね。キリコ、ユイカの声はなかったの、まだやっぱ寂しいな。さっきサクヤさんが、あ、みんなどうした、満足、ご満悦。だから降りるとき滑らないようにって、手を取ってくれて。見習いたいな。かわいい。以上です。ゆうこくさん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。じゃあ最後かな。では、あ、そう、田中さんでしたね。次の田中さんでラストですね。あ、で、すみません、電話です。ちょっと外しますね。はい、お構いなく。はい、お、この二人が今、マミミちゃん、みんなのお話聞いてるの？ねえ、ちゃんと聞いてるね。うん、まあね。そっか、この二人の絡みまたいいね。失礼します。おや、あれ、昨夜どうしたんだい。いや、二人だけか。さっき向こうでお菓子をいただいてね、せっかくだし暇つぶしのお供にでもと思ったのだけれど。おー、気を利かせて。もう取材は終わってしまったかな。いやいや、それはね、今は昇級し中。そうそうそう、つまりナイスタイミングね。そうか、それはよかった。タイミングよし、やっぱ紳士だな。インタビュアーさんにも渡しとくね。よかったらキリコも。わ、ありがとう。なんだろう、お菓子って。お礼はスタッフさんに。マミミ？ねえ、何を考えてんの？どうかした？かっこいいこと？別に。素直に言えないのかな？どうなんだろう。昨夜、スマートじゃん。おう。それでは最近感じたかっこいい話を聞かせてください。さあ、何を言う。このお菓子。おう。ん？おう。いや。
なんか差し入れみたいで、よかったらどうぞ。いやもう素直じゃないんだから。ああそうだったんですね、すみません、わざわざ。いえ。うん。っていうかあれですよね、かっこいい話。うん、かっこいい話。素直になれないね。最近気になってる超かっこいい爬虫類がいて。まあこれも間違いではないんだろうけどね、本心ではあるんだろうけど、やっぱり言えないんだね、昨夜のこと。かっこいいで行こうよ。お、早速サブタイトル回収しましたね。うん、なんだろう。あ、今度の配信の衣装のことね。配信の衣装。異論は？この二人やっぱ癒されるな。別にキリコ的に微妙な感じなら別のでもいいんだけど、ホワイトデーなら制服っぽいのとかもありだと思うし。なるほど、ホワイトデーにちなんで、うん、なるほど、それでこれでそうなるわけね。そうならな。うん。どうしてそうしようって思ったの？確かに。いや、なんか。なんだい？アンティーカってクール系ユニットなわけじゃん。一応ね。うん。こないだ雑誌の取材で、うんうん、かっこいい話聞かれたでしょ。ああ、それ昨夜しか、昨夜さんしか出てこなかったからみたいな。それみんな昨夜のことを答えてて。そうだね、なるほどね。アンティーカのクールの部分、昨夜に 100% 背負わせてるみたいで。そういう、なるほど、それは大変だという気持ちか。なんかちょっとね、申し訳ないと。はあ、優しか。本当に気配りができるんだから、まみみは。気に食わないみたいな。またそう言いながら髪の毛いじっちゃって、照れくさいんだね。キリクもよう分かっとる。ちょっと笑うとこ。微笑むところです。まみみちゃんもクールだよ。うん、それもなんかちょっと。髪のポンポンが可愛いこと。配信、うん、喜んでもらえたらいいね。いいね。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 いいな。お、来るか。はーい。じゃあいきなりですけど、スクショタイム。あー、ライブ配信中か。あ、それじゃ止まってます。いい感じ。すごい、この胸の高鳴りを感じる。で、キリッとね。はい。うん、キリキリコだけに。おぉ、はーい。じゃあスクショタイム終了。終わってた。ちょっと待って、いやーまずいってこれは。はあ、俺ん中のプロデューサーが狂っちゃう。ちゃんと撮れましたかね。もうね、バッチリと見ましたよ。おお。いやー似合うね、二人とも。みんなびっくりしてるね。そして手袋っていうまたフェチなとこ攻めてきて。うん、コメントたくさんありがとうございます。あ、どうやって衣装を決めたのって。ああ、理由ね。ああ、ほうほうほう。
ホワイトデーだし、うんうん、せっかくならみたいな。っていうことだね。いや待って、いいな、たまらんね、青いバラいいね。あでも青を基調として紫とかやっぱ、あのね、色的にもそっちに寄せてるんだ。寒色系ってやつだね。そんな感じだよね。うん、いやいいな、みみちゃんがかっこいいで行こうって。うんうんうん、似合うでしょ、たまらん。なんてったってうちはクール系ユニットなんで。一応ね。はい、はい、私たちかっこいいから。そうだね。はあ、あ終わった。いやーたまらんわ。あーもう本当におかしくなっちゃいそう。でプロデューサーこれ見てんだよね今。プロデューサー何思ってんだろう。うん、あれだね、衣装が実装されるのは待ち遠しいですね。はい、じゃあありがとうございました。また次回お会いしましょう。